正広から1983年は、日本の空手や武道家。神道自然流海層。全日本空手道連盟所大副会長。1893年、香川県高松市に生まれた。本名は良介。小学校時代、竹内流子氏周りを竹内緑に、無造流柔術を松井三蔵に、直進影流剣術を井上正広に学ぶ。 中学校時代には、柔道を岡野幸太郎に、竹内流を竹内兵衛に、剣道を上原総九郎、上田平太郎らに学んだ。1913年、慶応義塾大学理財科に入学。剣道部に入り、新海忠厚に学ぶ。また中山博道の道場、有野武官に入門して、神道無念流剣術を修行した。剣道部での集まりで、 沖縄出身の部員が、当主の交渉君の方を真似た踊りをするのを見て、空手に興味を覚えたという。1922年7月、高橋和義より、柔道五段を、隠居、1924年1月に、両部館、小西道場を開設し、剣道、柔道等の教授を始めた。同年、第二本部特会から、剣道精錬賞を授与された。 1925年6月、船越ギッチンと出会ったことにより、ようやく、当主を学ぶことができた。しかし、その内容は型のみであったため、同じく船越の弟子だった、大塚博則と共に、約束組手等を考案した。高西は、その後、本部、朝本、眞文剣和からも当主を学んだ。その後、上島森平より、合気道を、藤田西子より、 南蛮佐藤流憲法を学んだほか、洋新古流柔術、死は誠洋流柔術、不戦流柔術、野牛新岩流と多くの柔術流派を学んだ。それらのすべてを集大成し、1933年に、新東自然流空手術を開いた。1959年、全日本から手道連盟発足の際に、副会長に就任。小西が学んだ流派。括弧内は、 氏の名前。現代人物辞典、出身校、全国版1982年、652ページ、新党、自然流量部会のサイトより、入門新書図解空手入門 P221、著者紹介に、空手憲法及び、竹内流将具足腰の周りを、竹内緑師範にと書かれているが、ここでの空手憲法は、琉球の空手という意味ではなく、 竹内流の憲法のことである。岡野幸太郎は無双流神柔術の師範なので、柔道といっても厳密には無双流系の乱歩である。長井直地は天神神洋流師範である。高西は切り紙面上まで修行した。ありがとうございます。